マジかよ。草むらから出てきた小人さんを踏んじゃいましたよ。どうもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人分かると思うんですけども、小人たちが行方不明になってあと7体を3日以内に見つけないといけません。そしてポリスステンチーと今から探しに行こうと思っているんですけども、私にお任せください。私は警察官です。捜査のプロですから絶対に小人を見つけたいと思いますので。ポリスステンチーはさすが優秀でございますね。早速ちょっと離れた公園に行って小人を探したいと思います。あーだーくしてね。来ましたよ来ましたよ、ポリスステンチーと共に絶対に絶対に3日以内に全部残り7体見つけてやりますからね。いやー、近くで見ないと小人って本当に小さいですから見逃してしまいますからね、ポリスステンチー。はい、そうですね、私もよく探したいと思いますので。あ、そう、それにこんなところにゴミが落ちてますね。ゴミはゴミ箱に捨てないと。そうですよね、ゴミが落ちてると小人たちも行きづらくなってしまいますからね。いやー、どこだどこだ、小人探しも楽じゃないな。場所を変えましょうか。こっちの方はもっともっと草が生い茂ってるので探しにくいとは思いますけども、こういう葉っぱのあたりとか怪しいんですけどね。いやー、マジか、小人探しってこんなにも大変だったか。ポリスステンチー、どうしよう。なんとこんなところにもゴミが。小人たちがかわいそうだ。公園にゴミを捨てちゃダメですね。そうですよね、ポリスステンチーの言う通りです。いやー、一生懸命小人を探していますけど、マジで小人って小さいのでなかなか見つからないんですよね。今現在ポリスステンチーも歩いて探してくれてます。ちょっと映したいと思います。ポリスステンチー、ポリスステンチー、テクテク歩くポリスステンチーと。シュンさん、静かにしてください。今人間がそこの角にいます。マジか、危ない危ない、ごめんねポリスステンチー。それにその歌は何の歌ですか。私が動いてるところ見つかったら大変です。そうだね、うわ、本当だ本当だ、あそこに人間がいる。よかった、危なかった危なかった。おもちゃが動いてるところは人間に見られちゃダメですからね。それにシュンさん、この穴の中とかにもしも小人が落ちちゃったら大変ですね。私おもちゃもそうですけども、なかなかここから出るのは難しいです。そうですよね、確かに。あ、危なかったですよ。ポリスステンチーが歩いてるところを人に見られたらまずいですからね。おもちゃがこうやってテク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 歩いてたらマジで大騒ぎになりますからね。ポリスステンチーが速攻隠れてくれてよかったです。引き続き人間たちにバレないように小人を探したいと思い、なんと今草むらが動きました。怪しいですね。あっちに行ってみましょう。ちょっと映したいと思います。シュンさん、ここです。この草むらで何かが動きましたよ。マジか、ここか。いやー、なんかすごく見にくいですけども、やっぱり小人探しってなかなかね、本当に私別に視力がいいわけではないですから、どこだどこだ、もうなんか色が同化してたら余計にわかりませんからね。シュンさん、ちょっと待ってください。そこです、そこにいますよ。どこですかポリスステンチ。ちょっと待って、どこ。ちょっとシュンさん、行き過ぎです、行き過ぎってどこよ、見えないんですよ。もっと下がって、あ、シュンさん、ダメです、動いちゃダメ。なんでですか。踏みましたよ、シュンさん。マジか、やばい、小人さん、ごめんね、どうしちゃったのかな、大丈夫かな。シュンさん、ちょっとまずいかもしれません。この小人、何も言いませんよ。さっきから喋りませんし、ぐったりしてます。マジかよ、ごめんね、小人さん。わざとじゃないんだよ、わざとじゃ。本当に小さすぎて見えなかったっていうか、思わず間違えて踏んじゃっただけなんだよ。ごめんなさい。唇が紫色じゃないですか。まるで藤木くんみたいにちょっと体調が悪そうですけども、私のせいでこの子死んじゃうのかな。とにかく、この子すぐにスマイリーロックさんのところに連れて行きましょう。スマイリーロックさんだったらいろいろわかるかもしれませんからね。皆さん、本当にすいません。わざとじゃないんですけども、小人さんを間違えて踏んでしまいました。私の足元にいても気づいた頃には踏んでしまっていました。顔色がもうすごく悪いんですけども、この子は何も喋ってくれません。もしかしたら本当に命を落としてしまったかもしれないので、すぐにこれはトイストーリールームに連れてってスマイリーロックさんに聞きたいと思います。小人さんのことにいろいろスマイリーロックさんは詳しいですからね。今すぐ帰りましょう。本当は他の小人も探したいところですけども、踏んでしまってはしょうがないです。この子の命優先です。帰りましょう。よろしくお願いします。いやー、トイストーリールームの前に着きましたよ。この小人さん大丈夫かな。すごく苦しんでいるように見えるんですけども、私が思わず踏んでしまったばっかりに、おもちゃの皆さん、聞いてください聞いてくださいよ。おお、ちょ
ちょっと待ってください。なんかこの小人さんがすごく泣いているように見えるんですけども。シュンさん。ステンチーたち。ウッディの帽子を取っちゃって本当にごめんなさいって小人さんが謝ってるんだよ。わーん。そうなんだ。小人さん気にしなくて大丈夫なのに、ウッディも大丈夫だよって言ってくれていますよ。ロッツォに脅されただけですからね。それにしてもですね、皆さん、ちょっと聞いてください。マジで大変なことになりました。私、気づかずにこの小人さんを踏んじゃったんですよ。死んじゃってないですか？この小人さん顔色悪いですけど、死んじゃってないですかね？はい、シュンさん。スマイリーロックさん、教えてください。この小人さんは死んじゃってないですか？ああ、少し弱っていますけども大丈夫です。明日には良くなってますよ。よかった、思わず死んじゃったのかと思いましたよ。普通に気づかず踏んじゃいましたからね。この小人は草まだら大小人といって、草に生息する小人じゃな。なんとか一体見つけることができましたけども。ちなみにシュンさん、手にご注意ください。手にご注意って一体どういうことですか？私の手？ん？臭っ！めっちゃ臭いんですけども。この小人は体を触ると手がしばらく臭くなりますよ。そうなんだ。さすがスマイリーロックさん、いろいろ知ってますね。いや、めっちゃ手臭いんですけども、でもよかったよ。君が死んでないってだけでよかったよ。少し顔色が悪いですけども、明日になったら良くなるみたいですから、ゆっくりしてくださいね。皆さん、草まだら大小人さんは死んでないみたいなのでよかったです。間違えて踏んづけちゃいましたからね。うわ、臭っ。ちょっとね、触ってしまったから少し手が臭いんですけども、でもあと2日です。あと2日以内に全部であと6体か6体もあと2日で見つけなきゃいけないんですか？無理ですよ。でもロッツォと契約をしてしまいました。あと2日以内に6体の小人を全部見つけなかったら、ウッディの帽子を返してもらえない。そうなんです。絶対に何としてでも見つけたいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。おい、あの臭くなる小人をステンチにつけちゃおうぜ。ああ、そうだ、こすりつけて色も緑に変えちゃおう。そして臭くしてやる。ちょっと、ダッキーとバニー、やめて。そんなの怖いよ。そんなの無理だよ。わー、ダッキーとバニー、そんなことさせませんよ。うわー、これぞステンチだ。めんどくせえな、やらねえよ、そんなこと。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。小人をまた一匹見つけたみたいだが、あと6体を2日以内だ。シュンズ TV はこれで終わりだ。絶対に見つかるはずないからな。ロッツに質問、海に入りたいですか？何を言っているのかね。私は海に入りたいとは思わない。ぬいぐるみだし、それに海は塩っぽくなると聞いたことがあるぞ。私のストロベリーの香りが台無しになってしまうからな。ロッツに質問、春夏秋冬どちらが好きですか？ああ、私が一番好きなのは冬だ。その次は秋だ。夏や春は暖かかったり暑かったりして、誰かとくっつきたいとは思わなくなるが、冬は寒いから抱きしめたくなる。私は抱きしめられるのが大好きでね。なので冬が一番だ。お笑い好き。ああ、テレビでよくお笑いをやっているが、おもちゃたちはそれを見て楽しいとは思わない。でも我々おもちゃも笑うことはある。人間とは少し笑いの感覚が違うようだな。なぜならお笑いのテレビを見ても我々は何も笑えないからな。ロッツに質問、人と共存したくない吸血鬼の妹を仲間にするのはどうですか？ああ、それはいいな。人と共存したくないと思っているのは私と同じ考え方だからな。私と同じ考え方のやつは大歓迎する。人とおもちゃは関わり合うべきではない。なぜなら人は必ずおもちゃを捨てるからな。それがおもちゃの運命なのだ。ああ、そして今回小人たちを全部見つけることはできないだろう。このペースだとあと6体はシュンズ TV にはどう考えても無理だ。それに小人たちは小さくて見つけにくいから、シュンズ TV の負けが決定する。ロッツォチームよ、お祝いの時間はもう間もなくだぞ。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。